かわいいね。この絵が話題になってるのもわかるよ。うん、かわいい。そうかな。私、なんだか猫ってあんまり好きになれないんだけど。わかってないな、クロア。今の動きも最高。ねえねえ、お兄ちゃんは猫って好き？あ、そりゃまあ好きだぞ。かわいいもんな。そっか。お兄ちゃん、だったらうちでも飼おうよ、猫。っていうか、なんで飼わないの？あ、それはだな。なんかお菓子ある？多分もうすでに飼い猫っぽい誰かが家にいるからじゃないか。あ？いやー、よかったね。うん、かわいかった。イリアさん、ちょっといいですか？お、なんかセラが呼んでる。ミュウは適当にくつろいでて。お兄ちゃんは猫好きなんだ。私も好きになれるよう努力しよっかな。おっと、うっかり。あ、なにこれ。ビーストモードです。あ、あざとい。あざとすぎるわ。しかしですね、このイリアさんの姿はいいヒントだと思うのです。ヒント？そう、猫嫌いを直すには猫になりきるのが一番です。間違いありません。そうかしら。それにひょっとしたら猫耳をつけた可愛い女の子になら次郎さんもメロメロかもしれませんよ。なんだって猫好きなんですから。そういえばクロさん、魔力で服が編めましたよね。なんか乗せられてる気がするけど、一理あるわ。これは私も対抗して練習しとかないと。なんだか面白いものが見れそうです。一応聞くけど、サファイアもできるの？まあ、やろうと思えばできますが、必然性が。あ、そうそう、ミュウさん、この時イリアさん、一匹だけは寂しいにゃーって言ってましたよ。わかった、私も練習する。ミュウ様？うん、やっぱりいいですね。クロさんにはワイルドな感じがよく似合います。にゃー、可愛くもビースト、いいですよ、いいですよ。精錬なミュウさんに現れた野生、そのギャップが宝石のようにまばゆい。なんというレア感、たまりませんね。正直に申しまして、ひどく新鮮なのは確かです、ミュウ様。こんな感じかしら。これでイリアも寂しくないかな。ほんと、ミュウはイリアのことが好きね。っていうか、ミュウがこういうあざとい格好するのってなかなかないから、なんだか貴重っていうか。あんまり見ないで。うん、で、練習って何をすればいいのかしら。ちょうどさっき猫の DVD を見てたじゃないですか。あれの真似をしてみましょう。イリアさんみたいに SPKG を使うわけにはいきませんし。姉さん、今何か。さあさあ、猫っぽさを全力で学ぶのです。まずは猫じゃらし、じゃれてください。本能の赴くままにじゃれてください。じゃれろと言われてもね。これは多分動くものを餌だと思う本能的行動で。そんな分析はいりません。理性はポイですよ、ポイ。何これ、狭い。我慢ですよ、我慢。猫は狭いところが大好きなのです。いいですよ、それいいです。子猫同士はそういう風に一緒になって遊ぶものなのです。はこれ本当に練習になってるの？もちろんですよ。そして私がここでミュウさんに必殺技を伝授しますから、これをマスターすればイリアさんの寂しさを完全に埋めることができるようになるでしょう。で、そして、これってどう考えてもあれよね。こんなんで猫になれるわけがない。でも、この姿になるのに魔力使ったし、ちょうどいいわ。今のうちにミュウに魔力供給しといてもらおうかな。
ことどうですかイリアさん、グッジョブ。私グッジョブでしょ。惜しみない称賛の声を浴びせつつ、さあさあイリアさんも再びビーストモードになって、今こそ夢のトライアングルを結成。犯人発見。何やってんのルビー。違いますよイリアさん、私は良かれと思ってきっかけを作っただけで、実際は応募で大体お二方が自主的にやったことなのです。そういえば珍しくサファイアも協力してる。申し訳ありませんイリア様、なんというか流れです。そう、つまり責任はお二人にあり、手柄はルビーちゃんにありという精神で頑張りたい所存です。でも元凶はやっぱりルビーだよね。魔力供給は後でいいや。とりあえずお兄ちゃんが本当に猫耳でメロメロになるか確かめてこよう。なんかものすごい不穏なセリフ、行かせないよ。は、今です。ミュウさん、さっき教えた必殺技を。イリア、一緒に遊ぼう。にゃん。はあ。おお。とりあえず記念撮影しよっか。Yeah.